ごきげんよう、ガラクタやオルドです。今回は仮面ライダーのおもちゃを求めて様々な中古屋をはしごしました。主に俺が欲しいものとしてはフルフルラビットタンクボトルとジーニアスボトルです。さて、今回はどうなったんでしょうか。各店の写真などを並べながらいろいろ話していこうかと思います。まず1店舗目はブックオフスーパーバザー綱島たるまち店。ここはお店が大きいだけあって品揃えもすごい良くてですね。まあまずここが箱ありおもちゃのコーナー。ここでですね、なんとガトライクホーンが500円で売ってました。まだ放送終わってないのに今の時期から箱ありで500円っていうのはすげえ安いなって。で、ここが箱なしおもちゃとワゴンセールのコーナー。まあワゴンセールの方は物によって1000円以下ぐらいでベルトが買えるんで、まあこっからちょっとなんか買ってったりとかね、していったわけですが。で、最後に紹介するのが食玩コーナー。まあ食玩コーナーなんでそんなに紹介するものは、おい大変大変というわけで、デラックスライドウォッチがですね、なんとカバーが違う状態で置いてありました。2店舗目は江南港北センター南店。ここはだいたい俺が暇な時だと1週間に1回くらいのペースで行くんですけど、だいたい動画をネタに困った時はここに来ると何かしら置いてあるっていう印象です。で、売り場の写真撮ってないんですけど、ショーケースだけちょっと見せておこうかなと。まず、オーツドライバーですね。4000円。すげえだっけーいや、オーツドライバー状態良くて、こんだけするんだなっていうのが。で、大メダルセット。うん。すげえいい値段すんだけど。いやー、これさ、多分デラックスだぜ。CSM ではないと思う。見た感じ。はい、あれですね、もう。これさ、この写真を撮ったのが、この前の、2月の20日の土曜日だったんですけど、その3日後じゃねえよ。24日だから4日後か。24日に来てもまだ残ってたからね。まだ残ってたから写真を流用できたっていうのもあるけど、誰だよ、プレミアムバンダイの先行販売のやつ転売したの。いや、マジで草生えるわ。で、3店舗目がノースポートモール店。先ほどのホビーオフから、まあ、徒歩で行ける範囲のところですね。ここの写真は撮り忘れました。ですね、でも、まあね、近くにホビーオフがあるおかげか、なんか価格競争？本当にね、食玩コーナーとかあさると価格競争で値段落としたんだなっていうのがちょくちょくあるんで、まあ、ここも、ここっていうかね、センター南のあたりが本当に狙い目だなっていう感じがしました。一旦昼飯を挟みまして、次がセカンドストリートの横浜港北店。ここは初めて来ましたね。まあ、売り場がこんな感じで、まあ、そこそこかなと。で、この画像をツイッターに上げたら、S 先輩に総ドライバーと最高ドライバーを買えっていうリプが来たんですけど、セカンドストリートね、たまに問屋から下ろしたのかなっていう感じで、新品をそのまんま売ってたりするんで、今回は買いませんでした。で、ショーケースですね。ショーケース見ると、シャイニングホッパーとアサルトウルフ、あとメタルクラスターホッパーがですね、置いてあって、あれないんだな。ランページガトリングみたいな。ランページガトリングないのかみたいな感じで、おもちゃコーナーを漁ってたら、そのまんまの状態で出てきました。なんでだよ。なんでそのまんまの状態でランページガトリングが出てくるんだよ。まあ、高かったんで買いませんでしたけどね。で、次が横浜続き店。先ほどのところから、さっきのセカンドストリートから車でだいたい10分15分ぐらいかなのところにある店で、まあここも新品と中古が並んでるような感じで、で、ちょっと最高ドライバーあるから値段見てみたらやっぱり新品でしたっていう、そういう感じでした。こっからは、購入品の紹介になります。まず1店舗目ですね。時空ドライバー。これが350円で、1店舗目の、ブックオフスーパーバザー、綱島たるまち店で売ってました。
ちなみに2個買ってるんで合計700円ですね。安い。こっからはどこで何を買ったのか覚えてないんでポンポン紹介していきます。まずデラックスウィザード6シード、これが55円で、アイコンも1個55円ですね。ミリーザキットさー、キラキラ光るやつ、地味に55円安いんだよね。で、フルボトル、各種フルボトル、ドクターのメッキとサンタクロースと、あとダブルの、デラックス版が、これも全部55円。こっから値段がちょっと上がります。まずジオトリニティが550円。これですね、なんか開き方に問題ありますとか書いてあったんですけど、普通に開きました。なあ、問題ないだろうなみたいな感じでやってみたら案の定問題なくて、これは笑ったわ。これ勘違いですねとか思いながら買ったんですけど。で、ウォズ銀紙ライドウォッチが550円。この辺550円は安いなっていう、持ってんだよな結局、持ってんだよね、550円だと買っちゃうよねっていう。で、これがあれだ、ノースポート店、これさ550円でこれ見た時ビビったわ。さすがにこれは嬉しいんだけど、これはね持ってなかったから、サドルレガシー、レガシー手に入ったのめちゃくちゃ嬉しいわ。これ、やったぜって。で、あと、細々としたものが、妖怪ウォッチ、アークかな？これ確か、ウォッチアークだった気がする。妖怪ウォッチよく知らないんだよね、俺。見てなかったから。よく知らないけど、まあ、こいつが220円は安いなっていうことだけ分かってたから、とりあえず、いつかのフリーマーケットで売りたいんだけどね。で、スパークリング缶が220円。スパークリング缶もね、割と220円って嬉しいなとは思うんだけど、探してんのこれじゃないんだよね。まあ、スパークリング缶がいっぱい出回るのは仕方ないのかなっていう感じはするけど、ジーニアスとフルフルラビットタンクが一番欲しいんだよ。まあ、もうちょい続きそうだな、中古屋巡り。あと、まあ、音声確認したいやつだけ音声確認して終わりにしようかな。